はい、おはようございます。おはようございます。2日目でございます。さあ、はい、やってまいりました。はい、四国の旅2日目、はい、1日前ですね、香川県の、秩父ヶ浜ですね、で写真を撮ってきまして、うどんを夜にたくさん食べまして、3玉食べたんです。3玉食べましたけども食べれちゃった。食えた、美味しかったね。あれはめっちゃ美味しかった。偶然行ったお店がね、めちゃくちゃいいお店になって、ナルトのこと忘れたわ今。ナルトも見たよ。ナルト見てね、1日目ナルト見て、で秩父ヶ浜行って、うどん食べて、から服寝まして、2日目、はい、今高知県に向かっております。向かっております。あいにくの雨でございますが、本日の行程は、本日は、今から行くのが鰹船に行きます。土佐たたき道場っていうところで、カツオのたたきを食べに行きます。その後に、坂本龍馬さんに会いに行こう。桂浜に行きますよ、私は。はい、で、じゃあ、あいにくの雨なんでね、ゲリラ撮影っぽくなると思いますけども、で、松山の方まで、多分下道だよね、これ多分。ほな、まあ、ゆっくり松山の方まで行くと、夜の道後温泉見れたらいいんじゃない。そう、はい、そんな工程で行きたいと思います。かなぽんが作った旅のしおり通り行けるかどうか、はい、楽しんでいきましょう。はい、はい、レッツゴー。そしてまたトンネルです。19分の6です。まだ13個あります。3個トンネルがあります。でもちっちゃいこれ。カツオ船開いて、あったやってきました。地図並んでないんかな。到着でございます。到着です。11時23分でございます。どれぐらい、1時間40分ぐらいかな。到着でございます。さあ、こちらに見えますのが、イカリが見えますね。お、カツオ船、カツオ船着きました。はい、よし、行こうです。オッケー。ダメやで。これ絶対かなぽんにつけたい。やってもらいたい。やってもらいたい、これ。うわ、すげえ。二人がね、はい、向かい合わせに。向かい合わせ、あ、いい、いい。わらびで焼いて、たたきにしてカツオの方は皮が下で。はい、皮が下。はい。ほんで、日の集まる真ん中やね。すみません、真ん中へ。仲良し、引っ付けちゃったわけ。はい、失礼します。失礼します。このままね、炎で包むように焼くように。ガスを使わずね、藁の火だけで焼きますからね。とても香ばしくなります。すごい。この焼きたてをあったかいまんま、お塩でね、あれば召し上がってくださいね。塩たたきですよ。できた。もらいましょうか。はい。5番目、6番目に。6番目。はい。いいよ、うまそう。あ、焼きのりです。ごめんなさい。売店の方で販売しております。申し訳ございません。お客様です。はい。はい。うわ、うまそう。はい、男性は豪快に。豪快にお願いします。初めて、土佐流でどうぞ。土佐流で、ありがとうございます。まずはちょっとわかり、ポン酢後にとかね。はい、いただきます。はい、ご飯を食べに行ってる。聞いとったね。
あ、いいやん、傘持っとる感じになっとるで傘持っとる感じになっとる。なんか飲み物欲しいね。そうね、ちょっと喉が渇いたよ。あ、著作権。そう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 。これ、どうしよう。左、針間屋橋ってあの赤い橋か。左から2番目。左から2番目これ。うん。約5秒でね。押したね今、うん、何がね、この辺の下のやつが出てくるんですね。そうそう、これ、ね、これが出てくる。はい、これでコーヒーでも買いな。そうね、僕のお金ないけどね何が出ると思う？この黄色い帽子の人、坂本龍馬出たら一番いいけどな。黒潮くんやろ。何？橋や。張りま、え、違うの？クジラ。クジラ。黒潮くんじゃの？クジラ。クジラや。ニタリクジラ。不満やめっちゃ。もう一回やんの？俺コーヒー飲むんじゃなかったのこれ。500円取られた。ここ。はい。500円取られたこれでクジラもう一個出たらめっちゃおもろいな。カブランテ、カブランテ、いいカブランテになるかよっ。ででん、何、あーまあ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 、あ、白や、うん、まあいいで、うん、高知城、高知城いただきました、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと待って、行こうか。飲み物凍ったるわ。おー、頼むわ。何がええや。中庄チャンネル。なんか、あ、ここ通ってたと思う。な、通ってたやな、うん、これ覚えとるわ。世界中の僕の闇が、こんな高い位置取ったんやねえ。すごー。確かさ、どうでしょう、背中じゃなかったっけ。うん、そう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 、背中、背中で撮るか、俺らも、うん、前ももちろん見るけど、これで、うん、お、桂浜へ。水族館ある。そう、よっしゃ、到着とりあえず背中ね。はい、着きました、龍馬城です。はいはい、はい、ちょっと顔も見に行こうか。うん、あれ、どうするやらなあかんやつやで、これ。へえ、あそこに顔入れんの。浜で2色、うん、あ、書いてある。東郷温泉に向かって、はい、レッツゴー、サンキュー桂浜、サンキュー。ちょめっちゃ人おるやん。でもめっちゃ人おるな。あ、時計がさ、6時になるとさ、パッポって開くんやって。待っとんの、うん、たぶんあとちょっとやん。そうそう、惜しかったな、タイミングが。
これが道後温泉ですね。大向きです、うん、はい、到着です。はい、中庄チャンネル。じゃあ冒険に行こうと思います。行きまーす。暗いな。これ裏口ね。これ日中じゃないとあかんのかやっぱり。ね。道後温泉。はい、来ました。これね、これね。見に来た。はい、すごいですね。雨がすごい。雨、大雨だから。うん。次の目的地。目的地。はい、行きましょう。夜はやってないね。うん。何もやっていないね、夜は。ここも。ホテルのなんかな、これ。うん。こんなもんだね。へぇ、あ。あれはさ、夜はもう無理じゃないか。やれなくはないけどって感じだね。オッケー。最高。ついでいただけますか。はい、あ、かわいい。おお、よい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 。乾杯。乾杯。はい、うまそう。はい、今し、それ乗せるのね。めっちゃうまそうだけど、もううまそうね。Something we need. It's a leap of faith. A step away from the comfort zone. さあ、カナポン。はい。戻ろうか。そうやで。戻りましょう。うん。2日目の工程すべて完了ですか。クリアでございます。クリアでございますね。すごいな。今日はもう本当に大移動です。最終日ですよ。いよいよあろう。本当に戻ることに帰れるかしら、ね、不安。ペイペイはいけますよ。